西暦2030年、高度に発達した情報社会、その闇に潜む犯罪は増加の一途をたどっていた。電脳犯罪、ハッカー、テロリスト、見えざる敵の姿を探り追い詰める、それが攻殻機動隊だ。荒廃した社会、そこに眠る一筋の可能性を求めて、答えのない道を進む彼らの戦いに終わりはない。スタンドアローンコンプレックス SAC セカンドギグブルーレイディスクボックス、これが本当の公安休暇だ。